皆さんこんにちは。すごい人だこれは。ありがとうございます。遠くの方聞こえますか？大丈夫ですか？聞こえますか？あとたくさんの方いらっしゃってるので、できればもう少しずつだけでも前の方に詰めていただけると非常に助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは改めまして、本日はですね、東京ゲームショー2016スクエアニックスブースへようこそお越しくださいました。新谷オートマタのプロデューサーをしております斉藤です。よろしくお願いいたします。はい、本日この時間からは、新谷オートマタの東京ゲームショー2016スペシャルステージをお送りいたしますね。横尾さん。はい、新谷オートマタディレクターの横尾です。よろしくお願いします。横尾さん、はい、ちょっとスリムになった感じするんですけど、もうボディはなくても分かるかなと思って。なるほど。じゃあボディはあまり気にしないで、頭から上だけをね、そうですね、見てもらって。こっちが本体です。はい、で今日はですね、会場にお越しの大勢のお客様はもちろん、ニコ生と YouTube でも放送されてまして、今ちょうど横尾さんのアップが映ってるはずです。皆さん、ニコ生の皆さん、 YouTube の皆さん見てますか？はい、というわけで、こんにちは、こんにちはって横尾さん、じゃあ挨拶をお願いします。改めて。はい、聞こえませんね。はい、こんにちは、はい、横尾です。よろしくお願いします。はい、ニコニコの皆さんこんにちは。もうボディはいらないですさようなら。はい、というわけで、発売日が2017年の2月23日に決まりましたニーヤオトマタですが、TGS ではキャラクター紹介の PV を公開しております。改めて皆さんご覧ください。
い、というわけで映像をご覧いただきました。横尾さん、はい、あのですね、さっきから私が今一番心配していることがありまして、はい、あの 2B のコスプレをしていただいている方がいるんですけど、目隠しをしたままで本当に見れてるのかっていうのがすごく心配なんです。僕その舞台にないにわかんないんですけれど、あ、見れてるって丸してる。丸してますね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でね、映像にほらエミールとか、はい、デボル・ポボルも出てるじゃないですか。はい、どう関わってくるんですかね。ほとんど関わってこないですそんなことないでしょ。だっていや、新しいファンの皆さんにやっぱり遊んでいただきたいんで、前作の要素は極力排除する方向でいきたいと思います。なるほどなるほど。まあ、新しく前作を知らなくても遊べますよってことですね。そうですね、前作を知らなくても大丈夫で、知ってる方はちょろっと薬とできる程度ですね。いや、俺相当泣けるシーンあると思うけどね。まあ、いい、全くないです。まあいいか、はい、まあいいか、そこはね。ではここでですねPV にもお名前が出ていたゲストのお二人を早速お呼びしたいなと思います。 2B 役の石川由依さんと 9S 役の花江夏樹くんです。どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。すごい、わ、す、本当にすごい方だ。ありがとうございます。すごいでしょ、多分。すごい。ちょっと声張っていかないと遠くの方まで聞こえないと思うんですよね。はい、頑張ります。頑張りたいと思います。はい、じゃあ早速お二人自己紹介を。はい、はい、ヨルハ2号 B 型を演じさせていただきました石川由依です。と皆さんのなんかキラキラした圧みたいなものがすごい感じられて今日すごく楽しみにしてました。ニーヤオートマタの魅力を伝えられるよう頑張っていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。 9S、ヨルハ9号 S 型役の花江夏樹です。今ニーヤレプリカントをプレイ中なんですけど壺がうまく運べません今日よろしくお願いします。はい、じゃあというわけで横尾さんを除いて座りましょう。はい、はい。じゃあ早速ですけれどもPV にも出ていたキャラクターたちをちょっと紹介していきますかね。はい、はい、お願いします。じゃあ早速一人目、はい、 2B ですよ。 2B、 はい、この横尾さん、はい、全員やっていくと結構時間かかっちゃうんで、はい、横尾さんにちょっと一言ずつコメント欲しいんですけど、 2B ってキャラクターはどんなキャラクターですかね。そうですね、 2B はすごく冷静なキャラクターで、石川さんの声を聞いた瞬間に、あ、この人が絶対欲しいと思って、もう声優さん選ぶ人にこの人じゃないと僕もうやりませんって言ってありがとうございます。石川さんにお願いしました。嬉しい。どうですか、ゆいちゃん的には 2B を演じて。はい、そうですね、本当に特に最初の方なんかは感情をあまり出さないということで、収録中ももっと感情を抑えて、もっと感情を抑えてって言われながら収録してました。ただこういろいろ物語が進んでるうちに行くうちにこうちょっと感情が爆発したりとか、そんなシーンもあるので、ぜひ皆さん最後の方まで遊んでいただけたらなと思ってます。ディレクターの横尾さんは収録中どうでしたか。優しかったですか。注文はいっぱいありましたか。優しかったですよ、はい。いや、優しかったですよ、優しかったですよね。全然優しかった。優しかった優しかったよね、はい、すごい。じゃあ丁寧にこう風にした方がいいですよみたいなのありました。あ、そうですね、割ともうちょっとこう、ここはこういう風にしてほしいだとか、本当に先ほど言ったように感情のこの大きさの部分では特にずっと言われてましたね。はい、はい、わかりました。じゃあ次はこちらの方です。はい、9S。 9S、 ハンズもいいですね。はい、はいはい、こちら 9S なんですけれども、キャラクターとしては、まあ、普通の優しい少年と、あと情熱もそこには秘められてるっていうキャラクターなんですが、はい、9S の声優さんはですね、すごく選ぶのに難航しまして、最後まで全然会う人がいないな、少年と大人の合わせ持った人がいないなと思ってるところに、斉藤さんが花江さんっていういい人がいるよって紹介してくれて、あ、この声すごくいいですって言ってお願いしたのが花江さんです。ありがとうございます。花江くんどうでしたか、ナイエス演じて。最初はそれこそ普通の男の子かなっていうふうに思ってたんですけど、僕ドラッグオンドラグーンをちっちゃい頃にプレイしてて、
まあ、続編に当たるものだっていう風に聞かされてたんで、はいはい、ドラッグオンドラグーンってなんか変な人しかやっぱ出てこないじゃないですかだからやっぱ 9S もそういうちょっとパンチの効いたキャラなのかなと思いながらやってったら、はい、案の定やっぱり途中からすごいことに、ね、あの 9S くんなっていったので、そこはあの演じてて多分一生分叫んだかなっていうぐらいDV でも最後叫んでたんですけど、だそのぐらいあの頑張りました。はい、はい、横尾さんは優しかったです。そうですか、はい、いやでもハッピーエンドですからね、叫びつつハッピーエンドに叫びつつハッピーエンドってどんな物語なのそれ叫びハッピーでいきますはい、じゃあ、他にも大勢キャラクターがいるのでテンポよくご紹介していきましょうかね。はい、はい、次のキャラクターお願いします。 A2、 はい、 A2 こちらはですね、まあ、あの 2B や 9S というヨルハと同じタイプなんですけれども、まあちょっとアルファベットと数字が違うなど少しタイプとしては違うんですよね。プロトタイプで、まあ、このキャラクター物語に絡んでくるんですけれど、これお話しすると、話が長くなるんで、じゃあ次行きましょうかはい、はい、これちょっと聞きたいところかもしれないけど、まあ、長くなるからね。はい、じゃあ次のキャラクター、はい、これポッドって言って 2B の隣にいる箱なんですけれども、あの安本さんというすごい渋い声の方なんですが、箱に入ってもらいましたこれはポットは何て読めばいいんですかね。ポット042です。042ですね。はい、じゃあ次、もっと早い、結構テンポ早い、はい、じゃあ次のキャラクターはい、秋山さんも箱に入ってもらいましたじゃあ次、早い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 ポットはこれはやっぱり153なんですよね。ポット153ですね。なんか計画あたりちょっと言って喋ってもいいんじゃないですか。いや、これはあんまりネタがなくて、はい、適当でいいかなと思って入れたので、そんなことないでしょ。ポット1号さんは誰についてくるんですか。うん、ポット1号さんは何 S、 あ、それいい質問ですね花江さん、ナイスパス、はいはいはい、ありがとうございます。じゃあ、042が、2B について、1号さんが 9S につくと。そうですね、はい、前作でいうとこの白の書みたいな役割を果たしてますね。そうですね、はい、はい、じゃあ次のキャラクターお願いします。はい、こちら、はい、アダムっていうキャラクターで、声も渋い並川さんなんですけれども、まあ、シャツを着たイケメンは女子に人気があるって聞いて出しました。なるほど、はい、そんなシンプルでいいの。あ、そうです。あとメガネも人気があるって言ったんでメガネもかけさせましたはい、じゃあ次のキャラクターいきましょう。はい、イブ、これイブはまあ入れ墨入れてたりちょっと龍が如くを意識してる感じなんですけどもしてないでしょ全然、まあ、これも女子の人気を取りに行きたいなと思って作ったんですが、そうすると大体外すんで、はい、まあ、人気出ないかなって今思ってますあれでもアダムとイブなのにどっちも男なんですか。そう、それはね結構ね囁かれてますよ。そうです、はい、兄弟ですね、はい、なるほどなるほど、はい、まあ、なんかなんでイブなのみたいのも実は物語の中でねちょっとあったりとかするので。いや、それも大した意味ないです、ね、あ、まあないのかな、はい、はいはい、じゃあ次のキャラクターお願いします。はい、オペレーターなんですけれど、はい、これ 2B や 9S を支援するキャラクターで、はい、210が 9S を支援するキャラクターで、はい、60が、2B を支援するキャラクターです。はいはいはい、でこれ失敗したなと思ってるのが、はい、210って読めるんですよね。そうなのよ。あ、確かに210です。210なんで。あ、なるほど、今日それだけ覚えて帰ってもらえるのが満足です210と 60 だよね。そうです。だから 9S とか 2B と同じように O が最後アルファベットについてる。そうなんですよね。それはオペレーターの O。 オペレーターの O が、はい、失敗しました。はい、じゃあ次パスカル。はい、パスカルはですね、後から出てくる田浦さんっていう人が、結城葵さんっていう声優さんがすごく好きだから、出ないともう俺作らないみたいな。そうだったんだ。そんなことないけど、ほんのちょっとそんなことあるから一番合うキャラクターを選んで入れてみましたっていう感じですね。それがパスカルだったんですね。はい、後で田浦さんが出てきたらみんなでイケメンって叫んでくださいまあ後々ね出てきますからね。はい、はい、じゃあ次を。はい、こちらオペレーターたち、オペレーターとかヨルハ 2B 9S の一番上司にあたる司令官ですね。で、まあ、ツイッターとかでもすごくセクシーだっていう話が出てますけれど、物語中セクシー要素ゼロなんで期待しないでください
でも格好はね結構セクシーですよね。そうですね、大人な人です。はい、はい、じゃあ次からの3キャラクターは結構問題のキャラクターが出てきますから。問題の、はい、出た。おお、エミール。はい、次エミールなんですが、うん、まあ生きてましたっていうことでご報告しました。それだけなの。そうなんですなんでエミールはあの他がイラストなのにイラストじゃないんですか。イラストがまだちょっと出せないものってあのそれは製品版を楽しみに待っていただきたいなと思ってます。な、はい、なんか要は姿形が変わってんじゃないのみたいな感じですかね。そうですね、なんか出しちゃダメな感じになってます。はい、じゃあ次を、はい、デボルポポル。そうですね、こちらデボルポポル前作に出てたキャラクターなんですけれど、まああのあんまりにも前作と関係ないのもあれかなと思って入れてみたんですけれど、そう入れたら入れたで皆さんが前作やってないとダメなんちゃって心配し始めて、もう出すのやめようかなって思い始めたキャラクターです。いやいや、めちゃめちゃいい役で出てきますから、そこは楽しみにしていただきたいなと思ってます。はい、次最後です。もうキャラクターだかどうかすらわからない。すごいですね、もうタイプですね、全然わかんないですね。今回、宣伝さんに無理やりお願いして、めんどくさいからキャラクター全部出していいですかって言って、結局全部出したんですが、やっぱりネタバレになるとか出せなくて、でこのキャラクターはネタバレになるので画面を出してません。どういった役かも言えないんですか今は。どういった役かも言えないですね。なるほど、じゃあそこはゲームを楽しみにしていただきたいなって感じですね。はい、お願いします。はい、ではですね、皆さんにキャラクターの魅力をご紹介できたところで、ここからはですね、実際のゲームをプレイして皆さんにプレゼンテーションしていきたいなと思います。はい、ではここでですね、ニーヤオートマタゲームデザイナープラチナゲームズ田浦貴久さんにご登場いただきましょう。どうぞ。イケメン、イケメン、イケメン、ストップ。こんにちは、ニーヤオートマタでゲームデザインやってます田浦と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。パチパチパチ。最初に言わせてもらいたいんですけど、はい、あのさっき の, あのパスカルの下り9割9分嘘なのでSNS で拡散とかはしないようにしてください。本当じゃないですか、どうしてそこで嘘つくんですか。いやいや、あの僕が結城さんのこと好きということだけが本当で、それ以外は全部嘘です。はい、はいはい、じゃあそれでは早速ね、実機のプレイいきたいと思います。はい、じゃあ今日をどこをプレイするかっていうのをひとまず、田浦君と横尾さんから紹介してもらっていいですかね。はい、今日はまあ、実機のゲーム画面をお見せするんですけれども、まあ、そろそろイベントをすごいたくさんやっちゃってるんで、これ以上出すともう全部出ちゃうなっていう雰囲気が出てきたので、まあ、それでもギリギリニーヤっぽい場所を頑張って探して選んできました。じゃあ画面出してください。お、はい、今回ちょっとですね、変わった工場のステージをご紹介したいなと思うんですが、早速お気に入りのパスカル連れてるじゃないですか。本当だ。いや、だから選んだわけではないんですけど、まあ、なんやかんやあって、はい、パスカルと一緒に行動してるんですけれども、なるほど、まあ、そのなんやかんやはストーリーなんで言えないです。で、はい、この周りにちょっと怪しい紫色のキャラクターとかいるんですけど、無視してください。話に絡んできちゃうので、お、田浦さんそれ見せずに先に行ってください。そうですね、はい。ここは普通に 3D のアクションが繰り広げられるような部屋になってるんですが、なるほど、一歩外出ますとこんな感じで、前作と同じようにサイドビュー の, ステージになっております。でバトルもサイドビューに特化した形で戦いやすくなってますので、ここでも敵とのバトルを楽しめるようになってます。まあ、サイドビューはニーヤならではのゲーム性になってるので、そこはぜひプッシュしていきたいと。でこの先に行きますともうちょっと変わった感じになりまして、どこまで引くんだと。全然 2B 見えないですね。ちっちゃ。プラチナさんの背景が素敵なんで、はい、それを見せたいなと思って 2B を無視しました。これ俺昔遊んだことあるロードランナーってゲームよりキャラクターちっちゃいけど大丈夫これ。ここで戦闘始まるんですか。ここでもですね、はい、横尾さんたっての希望で戦闘が行われます。あ、本当だ。このまま戦闘するっていう、もうわけわかんないゲーム。何やってるか全然わからない。全然見えない。今すっごいかっこいい動きしてますよ。普通のシューティングゲームみたいな。すごい。田浦さん死んじゃダメですよ。あ、大丈夫です、頑張ってます。
お客さんには伝わってない、はい、ないと思うんですけど、すごいかっこいいバトルになってますね、今。今かなり頑張ってますよ。ちっちゃい。あの会場の大きなスクリーンでもギリ見えるか見えないかぐらいですからね。ダメージがなんか表示されてるぐらいで。ちょっとこのまま戦ってると死にそうなんで先に進みます。3割ぐらい削られてる、はい、でも背景かっこいいですね。おすごい。まああそこまで小さくなるのはここがかなり特殊な感じで。なるほど。そうですね、プラチナさんアクションが得意なんですけど背景もすごくクオリティが高いので、今回こういう場所をお見せしたいなと思いました。いや綺麗。おお自爆。おお、こいつはあの赤いピカピカは全部自爆ロボですね。わあ危ない。左右から簡単に倒せるんですけど、近づくと大ダメージを食らってしまうので、銃撃であの遠くから攻撃してください。はいはいはい。これなんか剣2つつけてるじゃないですか。はい。これは切り替えられるんですか。これも切り替えられます。へえ。剣は自由に切り替えられます。おすごい。でこのステージはあの、はい、ベルトコンベアの上をこのように乗って動きながら戦ったり、まだまだあの先進むとたくさん、はい、いろんなギミックが待ってますので、あのただ戦うだけじゃなくて、なあのアクションゲーム の、はい、あのステージギミックも楽しめるようなステージも用意してます。パスカルは何もやってくれないですね。パスカルは平和主義者なんで何もやらないです。ただついてくるだけなんだ。はい。へー、やばい、今パスカル怒ったんじゃないか。大丈夫。大丈夫です。帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた。あ、上から来た。帰ってきた。ちゃんと戻ってきます。大丈夫です。ゲームならではですよね。はい。でこういったシーンが続きまして、はい、あというような感じ で、まあ、で死んじゃうようなギミックも用意してますんで、いろんなギミックを楽しみながらゲームプレイしていただければと思います。なるほど。はい、はい、というわけでデモプレイとしてはこれだけじゃなくてですね、はい、横尾さんどうしましょう。せっかくなのでお二人にも遊んでもらいましょうか。そうですね、今回はあの E3 の時にメディアさんにプレイしていただいた、まだ皆さんにお見せしてないタイムアタックステージというのがありまして、せっかくなので石川さんと花井さんにタイムアタックでスコアを競ってもらおうと思います。なんとあのどうしてもやっぱりね、プラチナゲームズさんのゲームって難しそうに見えちゃうんですけど、はいはい、そんなことないよっていうのをお二人が。あ、なるほど。でまずは花江さんからですね。あ、僕から。はい、はい、花江さんはこの前ゲームプレイを見せていただいたんですけれど、はい、ちょっと頭おかしいぐらい上手くてちょっとサンプルプレイとしては適切ではないんですけど、はい、今日も頑張ります。はい、じゃあちょっとやってみてください。はい、はい、ちょっとこれ開発中のもので実際には入らないものなので、はい、画像かなり荒いですけど。なるほど。こういったものもちょっと味として楽しんでいただければ、はい、じゃあやりますよ。はい、はい、行っちゃいましょう。行きます。おお。すごい。本当うまいですよね。いやこれね、すごいね。早い。いや実際今これ複雑に動いてるようで、 R 押しっぱなしにしながらL2 で回避して四角を連打してるだけですよこれ。かなり単純な操作でありながら、あの激しいアクションが要所要所で発動するようになってますので、本当に難しそうだなと思ったものも簡単にプレイできるようになってます。でこの十字キーで武器を切り替えながら、花江さんこれプレイするの3回目ぐらいなんですよね。すごいですよね。はい、完璧じゃないですか。そうなんですよ。ちょっと上手すぎて何起きてるのか分かんないですけど早い。これ敵の攻撃をこうタイミングよく回避するとこういうなんかジャスト回避みたいな。解説までやっていただいてありがとうございます。見せるプレイができてる。でこのポットにもなんかスキルみたいなのがあって、こうやってこうレーザーを打てたり、結構これが強力なんです。前作でいう魔法みたいなものも用意されてますので。すごい。
でまたステージ途中こういった急にトップビューになったりするようなシーンも用意されてます。操作感は変わらずにこういった画面用にチューニングされたアクションが発動するようになってますので、戸惑うことなくアクションを繰り広げることができるようになってます。こういったあのバトル中にも視点が変わるんですよね。そうですね、トップビューになったりサイドビューになったりするのがあるって、はい、あ、自爆ロボが来ました。おお、本当だ、赤くなってる。ああ、よいしょよいしょ、すごい。まあ、そうなりますよね、強いな、はい、なんか刀を2本背負ってるのはこれなんか強攻撃と弱攻撃の時に使い分けてるっていうあれ。そうですね、あの四角ボタンと三角ボタンでそれぞれ武器を、はい、あの切り替えて使うことができます。お、大型の敵が出てきました。大型の敵は腕のシールドをまず壊してからじゃないと中にダメージが入らないので、今みたいに先に腕のシールドを壊してください。あの正直に言うんですけど、ここまで簡単じゃないです。カナエさんが上手すぎるんで。あいつ結構強いですからね。そうですね、上手すぎて。すげえ避けてるけど、どうなってんのこれ。これちょっとパンツ履いてるんですか。ちょっとダメですよ、カナエさん。それダメです。これコンボの途中に武器とか切り替えたりもできるんですよね。できます、あの自由に武器切り替えて戦うことができます。十字キーの上を押すと変わります、はい、こうで刀グローブみたいな。いやでもなんかすごいスタイリッシュ、はい、素晴らしい、おー、タクトルファンタジー素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか。いや、あの本当になんかアクションゲームやってる感がすごいあって、はいはいはい、操作してて本当楽しいですね。なるほど。あのちゃんとあのタイミングよく避けなきゃいけないし、なんか敵によって立ち回りみたいなのも違ってくるんで、すごい楽しいです。田浦さん褒められてますよ。はい、いやもうね、あのこれだけうまくプレイされて解説までされたんで僕もういらないんじゃないかなと思いますけど。じゃ あ, あのやっぱり今日会場のお越しの皆さんでも、はい、ちょっと難しそうだなと思ってる方いっぱいいると思うので、あまりゲームをやらない代表のゆいちゃんに、はい、ぜひやっていただいて、私がやってみたいと思います、はいはい、で石川さんのために特別なモードを今回用意しました。お、オートモードっていうバトルモードがありまして石川さんはもうほとんど寝てるだけでいいみたいなモードになってます。いやいやいや、私がきっと操作して。そうですね、はい、頭だけ石川さんに普通にプレイしていただいて、はい、そこから頑張ります頑張ります、はい、田浦さんがオートモード入れた瞬間に、はい、石川さんが神になる瞬間を見てください。はい、私の本気が見れると思います、はい、じゃあスタートします、はい、これで攻撃ですよね。おすごい。あーちょっと待って、避けて避けて、田浦さんもうダメ、避ける避ける。ちょっと分かんない。であの L2 でロックオンできるんで、 L2 でロックオン、はい、なんか裏でさっきちょっとだけやらせてもらったんですけど、あんまり上手くなっては困るってことであまり触らせてもらってないんです。じゃあこんな感じですけど、そろそろちょっとオートモードの方を発動してみましょうか。半分くらいになってるんで、はい、あ、これオートモードです今、はい、入りました。この、あのキャラクターの下にリングがついたんですけど、これがオートモードで、あのゆいちゃんにちょっと移動だけしてもらって、移動とロックオン、どこだ敵、ロックオンと移動、ロックオンこれだ、あ、それこれ近づくだけで、こっちだ、敵の方に移動さえすれば あとは勝手に武器も切り替えますし、いい具合に戦ってくれるというようなチューニングが入ってます。しかもこのオートモードを入れてると、はい、弾も全部避けるんで死なないです。なので移動できる人ならどんな下手な人でもゲームをクリアできるようになります。
ちなみにあの今全部入り状態なんですけども、はい、銃撃だけオートにするとか近接攻撃だけオートにするとか あと回避だけはやってもらうとかっていうような感じで、はい、バラバラに組み合わせができるようになってますので、いいですね、レベルに合わせて。じゃあそうですね、あの上手くなっていったらちょっとずつ外していっていただければいいかなと思います。田浦さん、その塩ってどうでしたっけ、そうでしたっけ。あ、はい、そんな感じになってます。わかりました。確かになんか銃撃だけやるとずっとトリガー押さえてなきゃいけないからちょっと大変ですよ。おお、強い。こんな感じでほぼ初めて触った女性の方でも安心して触れるようになってます。今触ってないですね。今触ってないですから、はい、すごいな。突っ立ってるだけで、いやすげえ。まあニーヤはやっぱりその女性のファンの方もいらっしゃいますし、あまりゲームが苦手だった、アクションゲームが苦手だよって方もいらっしゃるのでわあ、すごいすごいすごい全部避けます。すごい、これぐらいのモードをニーヤならではで入れちゃってもいいんじゃないのっていうところで、なるほど、考えたところですね。はい、で実はあのこれプラチューさんが作ったベヨネッタっていうゲームにボタンを押すだけで攻撃も回避も全部してくれるっていうモードがあるんですけれども、それをさらに生臭にして、あの何も押さなくても逃げて攻撃してくれるモードにパワーアップしました。すごい、うわ、なんか楽ちんですけど逆に操作したくなってきますね。そうなんだよね、こうしてるとある程度これでやってるとあれ俺もできんじゃねってなってそうなんです、外したくなるんだよね。私すごい強い気になってます今。お、自爆来るんじゃないですか。お、来た来た自爆も全部丁寧に倒します。全部避けてます。すごい激しい、すごい、うわすごい、いや強いな。いやこれなんかレベルとか書いてあるのは自分もレベルアップできるんですか。これそうですね、あの前作のように自分のレベルもありますので、はい、まあ、あのこのようにオートでプレイしていてもあのやっぱりレベルの高い敵にはあの苦戦をするような状況が出てくるかもしれないので、そういったところはあのしっかり武器の強化等も楽しみながらプレイしてもらえればいいかなと。おお、ちなみに最後に言うのもなんですけど、BGM が前作のアレンジですね。そうそう、お、はい、会場だとちょっと聞きづらいかもしれないですけどね。あ、タイマー、はい、というわけであのオートモードすごいんですよっての見せようと思ったのに、はい、あの花江さんがすごすぎてオートモードが勝てませんでした結果花江さんがすごい。いやでもすごい、花江くんの方がすごかった。はい、はい、ありがとうございます。皆さんどうですか、これで遊べるんじゃないかなと思ったんじゃないですかね、皆さんもね。はい、というわけであのちょっと業務連絡があるんですけど、あの前に60分このこ、ステージやっていいよって言ってカウントダウンするはずのタイマーがずっと60のままなんであと何分残ってるかがいまいちわからないんですけど、教えてください。あと28分、あと30分ぐらいある。なるほど、じゃあ、せっかくなんで田浦君の方から今の開発状況とかこれからあの皆さんあの買いたいなと思ってくれてる方からとかいろいろちょっとお話をしてもらいたいなと思うんですけど、どうでしょう。そうですね、ゲームの全体像がかなり、できてまして、はい、まだこれからチューニングしていかなければ、していかなければならない場所はたくさんあるんですけれども、本当に皆さんの期待に沿えるような、前作が大好きな人はより今作大好きになる、で前作知らない人でも今作をかなり楽しんでプレイできるようなゲームを目指して頑張ってますので、ぜひこれからも続報出てくると思いますので期待して待っていてください。よろしくお願いします。なんか締めのトークみたいな感じだったそうですね、あと28分ぐらいあるんですよ。横尾さんは横尾さんなんか喋ることない僕ですか、あのですね、うん、あのすごい今締め切りに追われてて、はい、プラチナさんに早くテキストを上げろって言われてるんですけど、なんかやる気がしなくて昨日も酒飲んで寝ちゃいました。うわ、いやいやそれ本当困るからね。そうなんですよね、やんないとなと思いながらなかなかやれないんですよね。だって2月23日発売決まってね、皆さん、そうなんですよ、でも待ってる方いっぱいいますよ。あのなんか夏休み最後にならないと宿題やらない人っているじゃないですか、うん、僕そのタイプなんで、わまだ夏休みは終わってないっていう気持ちなんですよもうそろそろね、横尾さんの夏休み終わるから。あ、そうですか、うん、そろそろ追い込まれますね。そう、今月中に終わらせないといけないことがいっぱいあるでしょ、はい、じゃあそろそろ頑張って作っていきたいなと、はい、そろそろ本気を出していきます、うん、はい、
ただゲーム自体はすごく面白くなってると思います。プラチナの若い人が異常に頑張ってくれてて、なんか血を吐きそうになりながらいろいろステージを広げてくれたりしてるので、うん、その辺は見どころがいっぱいありますね。なるほど。ゆいちゃんはもともとあまりそんなにアクションゲームとか多分やったことはないと思うんですけど、はい、まあ、今回裏で本当にチラッとだけ触ったのと本番で1回みたいな感じですけど、はい、改めてどうでしたかやってみて。いや正直本当に今のオートモードは何もしなくても戦えるので、うん、はい、今の自分としてはすごい不完全燃焼感がすごいありますね。もっと遊びたいな、まあそうですよね、自分でもできるんじゃないかなって気持ちもするし、先ほど言ったように本当にレベルに分けて、はい、オートモードも切り替えられるっていうことなので、はいはい、私みたいな初心者の方でもこう楽しめる作品なんだなっていうのをすごい感じました。ありがとうございます。はい、やっぱりあれですよね田浦君、はい、オートモードって無制限にできるようにする、これってまだ実は決まってないんだけど。そうなんですね。さすがにちょっとどうですかね横尾さん。今の予定なんですけれども、はい、ゲームの難しさがイージーの時だけオートモードの、まあ、そういう機能がオンにできるようにしたいなと思ってます。なるほど、はい、じゃあハードで遊びたい、ハードで遊びたい人は、ノーマルかハードで遊べば。そうですね。なるほど、なるほど。先にお伝えしておくと、こういうこと言うと皆さんなんかハードじゃないとなんか見れないシナリオとかあるんじゃないのみたいな気持ちになると思うんですけど、はい、一切ないです。おそんな面倒くさいことしてないです。なるほど、全部一緒です。はい、ちなみに難易度はいつでも変えれるようにそうなんですね、チューニングしてますので、使いたい時だけ使ってもらったりっていうような使い方もできます。だからどうしてもやっぱゲームが難しくて先に進めないなみたいな時にイージーにしてもらって、オートでそこを超えてもらえばいいかなって感じですかね。かなえ君はどうでしたか実際触ってみて。いやそうですね、でもなんか頑張ればオートモードよりも全然スコア出せるし、なんか自分のやりたいようにできるんで、すごい楽しいですし、これポットとかさっきレーザー打てたじゃないですか、はい、これレーザー以外のやつとかもあるんですか。もうかなりたくさん用意してます。あれが前作でいう魔法みたいな立ち位置になるんですけど、はいはい、まあ、前作より数が多いと思っていただいて問題ないです。じゃあ黒い手がバーンって出てきたり、そういったものに近いものもあるかもしれませんね。、はい、なるほど。じゃあもうちょっとだけ時間あるから、はい、最後に1回だけ田浦君の神プレイで、おなるべくかっこいいアクションを見せてください。思った以上に本当花江さんがすごいので。お願いします。スコア抜かないとやばいで。お願いします。そうですよね、ゲームデザイナーとして、はい、右上に出てるハイスコアの上の段が、花江さんですね。はい、で1万、はい、9300が石川さんです。ああなるほど。はい、じゃあ、はい、始めさせていただきます。お願いします。お早い。うまい。スムーズ。すごい、いやさすがっす。すごい。無駄な動きがない感じです。おかっこいい。一応バランス的にはオートモードよりも上手い人がプレイした方が早くてスコアが高くなるようになってます。これ今右上に青いゲージ出てるじゃないですか、はい、あれはなんかコンボゲージみたいな感じなんですか。あれが、まあ、このモード限定なんですけど、はい、あの青ゲージが減り切る前に敵を倒すとどんどんボーナスが加算されていかれるようになってます。そもそもニーヤにはスコアがないので、そうね、これステージ専用に作った適当なやつで、文字も適当なんで。なるほど。ここ限定の、まあ、ショーですね。でも結構評判、これメディアさんにも良かったからDLC で欲しいなとか後で言われそうな気がしプンプンするんだよね。まあ、スペインさんからお金をいただければプラチナゲームズさん何でも作りますよ。全然作りますよ。はい、お金さえあれば何でもやります。いやだってこれもうできてるからこのままでいいんじゃない。拍手してる、拍手してる。いやこれを実装するのにあと3億ぐらいいります。そんなにこんな開発やねん。わあやっぱこれ強いですね。なかなかいいペースで点数が重なってますね。これね全然やられてないですね。そうですね。あ、これは自爆ロボですよ問題は。あれ食らっちゃうんだよな。すごい。
お、お、来た。すごい。あ、そういう方法が。強い。あ、田原さん、石川さんのスコア抜きましたね。すごい、もう。本当だ、もう抜いた。今、喋りかけないでください。追いつかれる。いや、喋ろうよ、喋ろうよ。田原さん、そろそろスカートなんか覗いといた方がいいんじゃないですか。いや、もう、スカートどうなってるんですかね、これ。あ、来ましたね。おー、すごい。すいません、ちょっと本気出しちゃいました。まあでも本当にそのアクションが苦手な人はオートモードでかっこよく倒せますし、上手な人はより爽快感のあるプレーができるチューニングをされているので、まあ今回オートモードを入れたことでアクションを苦手な人も遊べますし、そもそもアクションをやりたくない人も遊べるっていう、もうこれアクションゲームかとかよく分かんないようなゲームになってニーヤらしいなって思いました。でも本当にやっぱり物語、ニーヤの世界観が好きとか音楽が好きっていう、だけどゲームやっぱり苦手だなっていう人がどうしてもね、やっぱり私には遊べないかもと思われている方もいらっしゃると思うので、そこは今回に関してはご安心いただきたいなというふうに思ってます。まあオートモードはバトル中にオンオフができるので、普通に戦って危ないなと思ったらオートモードでその場を切り抜けるっていう遊び方も、横尾さん、横尾さん皆さん大丈夫ですか。あ、びっくりした。横尾さんがちょっと倒しときましょう。倒しといていいです。俺は倒れます、はい。横尾さん、多分ね、お面今横尾さんがかぶれないぐらいの修復が多分困難なぐらい、ひびが、横尾さんが死にました。さよなら。まあいいんじゃないですか、これを機に横尾さんがメディアの前に出るようになるはずなんで、もう二度と出ません。ひどい。はい、というわけで実機でのデモンストレーションは以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。でもあと18分ぐらいありますよ。ありますね。はい、いくつかまだ皆さんにお伝えしてないことが実はありますので、はい、そちらの前にちょっと告知をさせてください。告知のうちの一つも今日初めての発表のものです。ではまず、本日皆さん会場にお越しの皆さん、ぜひ帰りに寄っていただきたいんですけれども、ニーヤの TGS のグッズがあります。もう買いましたって方いらっしゃいますか。わ、結構いる。ありがとうございます。ありがとうございます。今日花井くんも、はい、着てる。これ T シャツですね。これ L サイズです。メンズとメンズとレディースがあります。メンズの M があります、はい。で、これ以外にも私が着てるやつは通販でありますし、あと今日、ショップの方には手拭いも確かあるし、トートバッグもあるので、ぜひ帰りにお寄りいただければなと思います。斉藤さん、はい、これが売れなかったらどうなるんですか。あ、俺と横尾さんが手売りです。本当勘弁してほしいです。リヤカー引いて日本全国回りましょう、一緒に。やだな。なので、まあ、それが面白いから買わないっていう人はぜひそんなこと言わず買っていただきたいなと思います。はい、ではもう一つ、これここでの発表が初めてになります。こちらです。滅びの城再生の頃、これ知ってる方、これ4月にコンサートやったんですけれども、はい、そのコンサートの映像をこちらブルーレイ化いたします。めちゃめちゃ評判が良かったんですよね、横尾さん。そうでしたっけ。そうでしょう。そうでしたよ。めちゃめちゃ評判が良くて、そうですね、チケットが足りなくて皆さんにご迷惑をおかけしたなっていう気持ちはかすかに覚えてます。でニコ生でもやったんですけど、ものすごい多くたくさんの方が見に来てくれて、はい、ありがとうございます。でコメントでもブルーレイ化してほしいという言葉が結構あったので、関係者の周りを走り回りまして、なんとかブルーレイ化することが決まりまして、詳細に関してはこちらは後日発表させていただきたいなと思います。横尾さんがちょっと旦那さんが立った。そうです、横尾さんがちょっと斜めってる感じがすごく、かなりすごい、マイケルみたいになってる。これはもうダメなんじゃないですか。死にそうですよ俺。横尾さんが諦めました。はい、田原さんが持っててくれますよ。はい、はい、よろしくお願いします。割れた割れた。
なのであのコンサートのブルーレイはあのもうちょっとしたら情報が出せると思いますので、はい、そちらを楽しみにお待ちいただきたいなと思います。はい、ではもう一つ重大なお知らせがあります。重大なお知らせはちょっと皆さんにも手伝ってもらって、はい、あの中身をお見せしていきたいんですけれども、はい、ここ台本に田村さんが結婚って書いてあるんですけれど、はい、重大な発表ってそれですか？全然重大じゃないですし、しないですからこれ宣伝さんが本当に書いてあるんですよ。田村さんが結婚か、おお、なんか来ましたよ。黒い箱が来ました。来ましたね、はい、じゃあちょっとみんなで前に出て、はい、これをバラしていきましょう。でかいっすよこれ。すごい、かなり立派な箱になってますね。奥行きもありますね、はい、奥行きもすごい。これ奥行きも高級カステラです、はい、高級カステラじゃない。中身カステラですか？カステラです。じゃあちょっと開けてみますか、はい、じゃあちょっと開けてみます、はい、おお、なんかね、いろいろね箱が入ってるんですよ、はい、まずね、じゃあ初めにある箱、それそう、それちょっとこれでいいんじゃない？これ出してみる。これ、はい、箱がありましたが、はい、中身がない。あら、これ何が入ってるんですか？これは何が入っているのか。じゃあすいません、中身をお願いします。おお、ゆいちゃんちょっと、あ、すごい 2B のフィギュア、すごい。見えますかね、見えますかね。え、斉藤さん、これフィギュアを単体で売るってことですか？違うんですよ、これは。横尾さん、正式名称じゃあ改めてお願いします。はい、こちら画面を出してください。スクエアエニックスイストア専売のニーアオートマタブラックボックスエディションという、同梱版が出ます。25,800円、高い。フィギュアついてますから、ね、安いよ。すごい繊細な作りで、かなりよくできてますね。どこから見てもかっこいいです、うん、ちょっとじゃあ花江君に下から覗き込んだ感想を、ちょっと感想。白です、白。それあのパンツではないです。パンツじゃないです。パンツじゃないです。あ、これパンツじゃないです。レオタードです。レオタードです。なるほど。じゃあ他には何が入ってるんですか？じゃあ、まあ、今画像では出てますけど、他にじゃあ何が入ってるかを見ていきましょう。こちらなんでしょうかね。おこちらは先ほどの、はい、コンサートのブルーレイは当然映像だったり、あと私たちのトークショーも入ってはいるんですけど、こちらはコンサートのライブの、音源です。おライブの音源が全部入ってま す。CD ですね。はい、CD です。おしゃれですね、すごい。音楽いいですね、はい、で、はい、まだまだありますよ。続いて、こちらは何でしょうか？こちらはね、横尾さんから改めて説明してもらいたいですね。こちらは前作をやってないファンの方にも分かるように、前作のダイジェスト的なストーリーがまとまってる小説が入ってます。で、こちらの小説の内容なんですけれども、今までニーヤとか、あとドラゴンドラグーンのノベライズをやっていただいた江島さんという方にノベライズをしていただいているので、クオリティはバッチリだと思います。かなりの部分が新しく書き起こしていただいたところなんですかね。そうですね、はい、ほとんどあの9割方書き起こしですね。だからまだそうですよね。あと少年ニーヤが売春した話がちょっと混じってるんですけどそこだけ前のやつをちょっとリライトして収録した感じですかね。収録いや、リライトしてないです。あ、そのままだっけ。あの、墨ベタが入ってます。あ、なるほどなるほど。書いちゃいけない、乗っちゃいけないところがギューって真っ黒になる。そうなんです、小説だと OK でも、はい、ゲームだと NG な場所があって、はいはいはい、そこが塗りつぶされてます。なるほど。まあそれもニーヤらしいかなと思って、はい、まあもちろんあれですよね、前作遊んでる人でも楽しめる内容にはなってますよね。そうですね、はい、はい、まあ花江さんにじゃあ小説を持っててもらいましょうか。はい、小説、はいまだまだありますね、はい、もちろんこの中には当然ゲーム本体も入ってますからね。続いてこちら、はい、ちょっと大きめの本が出てきましたけど、こちらがアートブックになりまして、アートブックにあのテキストが入ってる、まあ、ちょっと短いストーリーとアートを同時に楽しめる本で、すごい綺麗なアートがたくさん入ってます。今はあの仮 の、あのこれモックアップなんで、ちょっと雑誌が分厚いんですけど、もう少し薄い形でイラストが入ってると思います。まあ、でもかなりいい紙質を使うと思うので。そうですね、デザインもすごく凝っていただいていて、はい、今まだその中身、田村さん開いてください。多分真っ白だと思うんですけれど真っ白です、はい、真っ白なんですが、真っ白、今頑張ってデザインの人にやっていただいて、すごいいいものになっているのでご期待ください、はい、基本的にはアートプラス
物語にちょっと関係するような1ワード2ワードぐらいが入ったりするんですよね。そうですね、セリフやあとはその、まあ、ちょっとしたあのメッセージなんかが入っていて、ゲームを、あ、このアートブックなんですけれど、買われたらゲームをクリアするまで見ないようにしてください。ネタバレのオンパレードになってます。なるほど、はい、なるほど、なるほど。何ページぐらいあったっけ。僕の記憶が確かなら、はい、64ページぐらいですね。おお、うん、結構ありますね、はい、結構分厚いくはなるんじゃない。これぐらい多分まんまだと思うんだけどな、はい、それぐらいのページ数はあると思います。かなりいい出来だと思いますので、はい、よろしくお願いします、はいはい、というわけで、はい、これがブラックボックスエディションの全てですね、はい、もう一回じゃあ画面お願いします。はい、こちらもちろん2017年2月23日木曜日発売で2万5800円税込みになっておりまして、実はこれも今日から予約が、お、今日から早速たった今、ただ予約受付開始いたしますので、急がなきゃですね。こちらのスクエニックスの e ストア限定になります、はい、で予約が一定数になったらそれで打ち切りになってしまうので、ぜひお早めに予約をしていただきたいなと思います。お客さんが早速スマホをいじり出してます、はい、ざわざわし始めます。そんなに慌てなくても大丈夫な気がしますけど、うん、でもそんなこと言ってて売り切れたら横尾さん後ですごい叩かれるわけです。じゃあ今すぐみんな予約してください。あれまだイベント中なのに、はい、いや高くて申し訳ないんですけどお願いします。まあでも内容的には絶対皆さん満足していただける内容になったんじゃないかなと思うので、はい、ぜひ予約していただきたいなと思います。はいはい、というわけでそろそろいい感じのお時間になりましたかね。はい、あ、すみません。はい、というわけで、駆け足になってしまいましたけれども、終了のお時間が迫ってまいりました。ちょっとゆっくりめでも大丈夫なので、まずはじゃあ、石川優ちゃんからメッセージをお願いいたします。はい、本日はご来場いただきまして本当にありがとうございます。こんなにたくさんの方が楽しみに待っていてくださってるんだなと思うと、私ももう収録が終わってしまったのであと何もできることはないんですけれども、私自身楽しみにしております。今日ちょっと触ってみた感じだと、初心者の人でもオートモードを使えばできますし、でも逆にそうしてるとどんどんちょっとやってみたいなって思う気持ちも出てくるので、ぜひ、ゲーム得意じゃないなっていう方も遊べると思うので、ぜひこれをゲームを買って遊んでみてほしいと思います。とても素敵な深い作品となっております。どんなエンドになるかも含めて楽しみにしていてくださると嬉しいです。ぜひ皆さん遊んでください。今日は本当にありがとうございました。すごい素敵なコメントありがとうございます。宣伝さんが言ってるみたいでしたはい、じゃあ花江くんお願いします。はい、改めまして 9S 役の花江夏樹です。今日は本当に楽しい時間ありがとうございました。そうですね、このニーヤという作品に関わらせていただいて、で関わらせていただけることになってから、こう徐々にこういろんなその関連作品をこう発売するまでにやってやろうと、今とりあえずドラッグオンドラグーン1はやり直してクリアしたんですよ。で今ニーヤをプレイしてるんですけど、はい、そのまままたドラッグドラン2とか3もやって、ちょっと僕は発売までに、はい、勉強して、いや、やらなくていいですもん。いや違うんですよ、横尾さんにそのことを話すと必ずもうプレイ動画見てくださいって言われるんですよ。そうですよ、ニコ動見ろと。はい、なんですけどちょっと自分の手で一つずつやって、ちょっと本当に2月の発売を心待ちにしたいなと思います。そしてあわよくばなんですけど、さっき 2B のフィギュア出てたじゃないですか。なんで 9S のフィギュアとかあとは A2 とかのフィギュアも、もしよければ出していただけたらすごく嬉しいなって。で、欲しいですよね。ちょっと会場の皆さんに聞いてみましょう、欲しいと思う人。おおおうわ、これたくさんいますね。ちょっと待って、うちのマーチャンダイジングの人見てますか、今の手の上がり方をお願いしますよ。売れますよこれ、よろしくお願いします。欲しい、はい、ということで引き続きですね、まだちょっと先ですけれども、ニーヤの応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、じゃあ続きまして田浦くん。はい、先ほどですね、開発の意気込みを伝えさせていただいたんですけれども、これからより面白くなってきますし、まだまだ出してない情報たくさんありますし、皆さん期待している横尾さんの狂った美しい世界が
また花開くことになりますので、ハッピーエンドですよ。ハッピーエンド、ハッピーエンドだと思います。ハッピーエンドですよね、はいはい。もう本当に物語はすごく美しくまとまってますので。いや、そんなことはない。いや、綺麗ですよあれ。まさかこんなおっさんが書いてるとは思えないよ。そう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 、ねえ、あの本当泣けるよね。泣けますね。いや、泣けます。ほんとやめてください。今回泣けるシナリオじゃないのに。いやいや、みんな嘘ばっかりつくんですか。でもね、横尾さんが言えば言うほどね、逆だからね、いつもね。あ、じゃあ泣けます。はい、みんな泣いてください。いや、本当にテストプレイとか会社でしていても、ちょっとうるっときてしまって。どうしてそういう嘘を出すんですか。いや、トイレに駆け込んだりもよくあるんですけど。すごいですよ。大阪に戻ったら殺す。はい、そんな感じで、これから開発の方は慌ただしくなっていきますが、チーム一同かなり頑張ってますので、ぜひ温かい目で見守っててください。よろしくお願いします。はい、というわけで横尾さん、はい、田浦さん、俺の頭を抱えてください。あ、そうですね、はい。じゃあここのちょっと随分ぶっ壊れましたけど、はい、この頭、俺スクエニさんのこういうのに出たくなくて、無理やり自腹でお金払って作ってもらったんですけど、5万円かかってるんですよ。5万円が割れてもう大変なことになってます。だからいいですよ、もう次はスクエニックスの経費でこれもう10個ぐらい作って、何個壊れても大丈夫なように。今宣伝さんが横から宣伝費で直しますって言ってきたんで直してもらいます。はい、で今日は皆さんご来場ありがとうございました。ですね、まあ、前作をやってなくて不安だという方がすごく、今回エミールとかデボル・ポポルみたいな前作のキャラが出たことで不安に思っている方もいらっしゃるのかもしれないんですけれども、本当に全くそういうことありません。僕はそういう、こう前をやってなくてもできますよって言いながら全然できないゲームがいっぱいあって、それにイライラしてたんで、そういうのはやらないです。それでもどうしても前作を知っておきたいという人は、今プレイステーションナウで前作がリリースされているんですけれども、あれお金かかるんで、もうニコニコ動画とか YouTube でいいです。もうそっちのプレイ動画を見て大体の話を掴んでから来てもらえれば。ただその話を見ても別にあんまり意味があるつながりがないので、そこら辺は期待しないでください。まあプラチナさんのゲームはすごくよくできてると思います。シナリオは全く期待しないで、引き続き皆さんお待ちください。よろしくお願いします。はい、本日はものすごい大勢の方に、もう本当に通路にも溢れちゃうぐらいで、今なんとかローピングで一番後ろの方で多分大変な思いをして見ていただいた方、本当にありがとうございます。それで YouTube とかニコニコ生放送でご覧の皆様も本当にありがとうございます。まあ、先ほども、横尾さん、田浦君からもありました通り、これからまだまだマスターに向かって頑張っていかなければならないところですけれども、その前にですね、私と横尾さんが行方不明にならないようにぜひグッズをたくさん買ってください。グッズが売れないと、私か横尾さんがどこかに沈められます。なのでもし気に入っていただければグッズ買っていただいて、あとはツイッターで、公式 PR、アカウントがありますので、そちらフォローしていただきつつ、TGS はフューチャー賞という期待のゲームタイトルみたいな賞もありますので、横尾さんはノーフューチャー賞が欲しいって言ってましたけど、ぜひフューチャー賞にニーヤを、お勧めていただければありがたいなと思います。本当に、今日は、長い時間、ましてや混んでる中ご覧いただきましてありがとうございます。一生懸命頑張って作ってまいりますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。で、最後のサプライズは一応年末を目標に体験版を作ります。体験版のこちら制作決定いたしましたので、まあ簡単といったところでなかなか伝わりにくいものですし、私私有代ってものすごくちょっと遊んでもらう分にはいいと思うんですけど、やっぱりゲームの面白さってきちっとテレビの前で腰を据えてやるっていうところで本当に自分に合う合わないっていうのが分かると思っているので、ぜひ体験版を作って皆さんに遊んでいただいて、あ、これなら楽しく遊べそうだなっていうのを、体感していただいた上で最終的に買っていただければというふうにも思ってますので、体験版頑張って作りますので、それも楽しみにお待ちいただければなと思っております。では本当に最後になります。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
イケメン。ありがとうございます。さようなら。おはようございます。エーテル、思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本当は気づいていたんだ、ナインエス。うるさい。何言って、僕たちの何が分かるっていうんだ。勝てると思っているのか。私の名前はパスカル、この村の王者をしています。お前たちが信じる人間はいつか乗り越えられると信じて戦ってたんだ。私たちが犯した罪を償うんだ。そうだ、本作戦の成功をもって今ここでこの戦争を終わらせるのだ。待ってください。そんな、人類に栄光をやれるって言ったらやれるんだ。栄光ある。